火災サービスエリアの自動販売機復刻堂商店、大道の自動販売機大道ドリンク株式会社は日本の清涼飲料メーカー。企業スローガンは心と体に美味しいものを。それ以前はドリンク、メッセージが長く使われてきた大道グループホールディングスの子会社である。百七十五年、当時は奈良県御世市に本社があった大道薬品工業から 清涼飲料、営業部門を切り離して、大道株式会社として設立。1984年に、現在の社名に変更した。よく、大道ドリンクに間違えられる、現社名は会社に対する考え方を表している。大道は、全身の設立母体である、大道薬品工業の大道をカタカナ表記し、その英文字表記は国際化時代の、 総合飲料メーカーにふさわしく、ダイナミックとルにちなんで、ダイドとしている。ドリンコは、英語のドリンクに、仲間、会社を意味する、カンパニーを合わせた造語。会社名全体で、ダイナミックに活動する、ドリンク仲間を表現している。現在は、ダイドー薬品がダイドーグループホールディングスの連結子会社となっており、主にダイドードリンク及びグループ外製薬会社向けの、 医薬品、清涼飲料水などの委託製造を行っている。他社と比較して自動販売機による売上比率が大きいことで知られ、9割にも達する。一部の自動販売機には独自のポイントカード機能や関西弁などで利用者に語りかけるおしゃべり機能など特徴的な機能を搭載している。これは同社の感謝の気持ちの表れで商品購入時、 客に楽しんでほしいとの思いから継続してその環境を提供している。自社製品の生産及び配送を外部に委託しているファブレス企業であり、主な生産拠点は静岡県八重洲市の大井川下流域及び静岡市清水区沖津に、物流拠点は大井川対岸の吉田インターチェンジ周辺にある。近年では世界進出も積極的であり、 2015年9月には高級チョコレートゴリバで有名なトルコの大手食品メーカー、ユルルズの子会社3社の株式をそれぞれ90%ずつ取得して子会社化している。2016年1月15日、キリンビバレッジと自動販売機事業で業務提携を結び、同年4月から大道側の自動販売機でキリンゴ後の紅茶シリーズ、キリン側の自動販売機で 大道ブレンドシリーズの総合販売を開始した。また2018年3月、アサヒ飲料が販売する、三ツヤサイバーとカルピスウォーターを大道の自動販売機でも販売するようになった。2017年1月21日に、大道ドリンク株式会社を、大道グループホールディングス株式会社、大道ドリンク分割準備株式会社を、大道ドリンク株式会社に、 称号を変更するとともに、九州分割により、飲料事業を新法人に移管した。なお、2017年現在における、国内製料飲料水メーカーの規模としてはコカ、コーラボトラーズジャパン、サントリー食品インターナショナル、アサヒ飲料、キリンビバレッジ、伊藤園に次いで、業界6位である。2020年9月29日、自動販売機で、衛生用品を販売すると発表。 最初に販売を開始するのは不織布マスクと除菌ウェットティッシュの2種。どちらも瓶入りで価格は200円。全国で順次約3000台展開予定としている。星印は店頭での発売復刻をフルーツオレユズレモンサイダー2015年3月発売。発売当初は 280ml ボトル缶で、 自動販売機での発売だったが、2016年2月の、リニューアルで 500ml に増量して、ペットボトルとなり、店頭での発売となった。など。ズれモンサイダー2015年3月発売。発売当初は 280ml ボトル缶で、自動販売機での発売だったが、2016年2月の、リニューアルで 500ml に増量して、ペットボトルとなり、 店頭での発売となった地域限定商品在京テレビ局のテレビ番組に提供されることが多々ある2009年頃を境にスポット CM が中心である2012年10月頃からレギュラーでの提供ではないものの不定期枠及び週替わりで中心に再びネットセールス枠の提供を再開している現在は大道ドリンクと提供クレジットされているが過去には ダイドコーヒーか、ダイド道ダイドとクレジットされていた。ありがとうございます。